セーブ、異例の行動。最下位からの巻き返しを期す西武が19日、埼玉県所沢市のベルーナドームで全体練習を行い、エンドランやスクイズなどのチーム打撃を確認した。12球団ワーストのチーム打率2割2厘、143得点にとどまっている打線で得点機会を増やすため、つなぐ打撃の意識を徹底した。チーム打撃の練習には栗山と中村の両ベテランも参加。栗山が、久々で、ちょっと記憶にないというほど、実績十分な二人がシーズン中に、チーム打撃の練習に参加するのは異例だ。平石洋介ヘッド兼打撃戦略コーチは、大体免除されるけど、全員で意識を持ってもらうという意味で入ってもらったと説明する。通算2132安打の栗山は、もちろん打線の一人として、監督が勝負と思ったら答えるつもりと受け止め、一打席限定の予定だった練習に若手と同じく二打席参加した。すべて負の連鎖。誰が悪いとかではない。開幕当初は良かったのに、ここまで負けるチームではない。いやいや、まず40歳の選手を控えに回すことからスタートでしょ。全く将来に繋がらない。何も教えられないコーチが主導してる時点で期待ゼロ。1日2日でこんな新打線が変わるわけないし。ベテラン2人が安心して引退できるようなチームになってほしい。通年大した成績も残してないのに練習しないベテラン。これを見てるから若手もダメなんじゃないんか。練習せずに試合だけ出るの。練習しないよりマシだけど、今さら練習しても5位オリックス 10.5 ゲーム差を縮めるのは不可能。だから栗山拓実は出塁かつなぎに集中させてほしいんだよ。ポイントゲッターは不向き。松井監督時代はチーム打撃なんて何もやってなかったな。そりゃ弱くなるのも当然。なぜもっと早く首にしなかったん。ベテランがアドバイスとかするのかと思ったら免除。それもタイトル争いするぐらい打っているわけでもないのに。平石洋介ヘッド兼打撃戦略コーチ、新田の責任の比重が重そうな役職。